時刻は10時30分を回りました。皆さん、こんにちは。池田由美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は、面白いお形にの AI プランニングと、 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けさせていただいております。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問をどんどん受け付けております。募集中です。メールアドレスは7 9 7 a 7 f m i n o 1 c o m この下にも書いてあると思いますが、こちらの方までお願いいたします。 スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオでも配信しております。FM 技能案を検索して、ぜひアプリをご覧になりながらお聞きくださいね。ツイキャスからはコメントも募集しております。 はい。もう今年も残りカウントダウンという感じになってまいりました。えー、どんどん寒くなってきましたね、えー。沖縄のお天気は今日はいかがでしょうか、えー、今日は私、地元の埼玉県からお届けしておりますが、えー、日差しはね、とっても暖かくって、もうポカポカしてる。今日は良き、えー、ですね。でもこの寒い時期、朝のね、ちょっとこう、凛としたこの空気っていうのがね、私結構好きなんですよね。 まあ、これでちょっとね、お肌は乾燥しやすいんですけれども、えー、こんな気持ちのいい朝を今日は迎えました。えー、今回はですね、私、えー、いいこと、グッドニューをお伝えすると、えー、私はまあ前職百貨店系の審判会社に勤めていたんですけども、もうかれこれですね、30年前になりましたですかね、社会人になったのが。<laughs> で、えー、その時の同期、 と、また、えー、入社3、4年目、3年目、4年目あれ、ごめんなさい、5年目から8年ぐらいの,の間、ずっとお世話になってた上司とですね、4年ぶりに一緒にお食事をする機会がありました。上司とももう25年来のお付き合い、同期とは30年代のお付き合いになるんですけども、いやーもうね、会うと昔の話題に、えー、戻ってですね、 その時代にタイムスリップできるっていうのが本当にいいですね。女、え、子、ー、の方は、えー、もうだいぶ前に退任されていらっしゃるんですけども今でもとてもお元気でもともと百貨店の紳士服の、まあ、オーダースーツのマネージャーバイヤーをやってた方だったのでいつもこう着こなしがすごいかっこよくてですねおしゃれですごいダンディーな女子、えー、でした。 特に、私は本当に可愛がっていただきまして、その方はこう、どんな状況でも絶対部下を守ってくれるという、そして育ててくれるという、えー、素晴らしい上司に恵まれて、その部下を守るためには上とも戦うというよ、ね、方でしたね。えー、で、また、同期の、 男性なんですけどね、まあ、彼とももう本当いろんなことを乗り越えてきた30年代の戦友だなというふうに思っております。まあ、私もそうなんですけど、彼もですね、まあまあ、こう改めてお話ししてて、うん、やっぱり私たちはちょっと異端児だったのかもねっていうことになったんですが、<laughs> なので、あのまあいろんなことをやらかしたわけですよ。 <laughs> いやあの悪い意味ではなくてですね、えー、いい意味で、新しい挑戦をどんどんしていって、えー、大きな契約を取ったりですとか、お客様から、えー、お喜びのお手紙をいただいたり、また社内で表彰していただいたりなんていうことも一緒に乗り越えてきたチームだったので、本当に感慨深かったですね。当時は あのまあ、私はね、えー、都内にあります伊勢丹という百貨店に勤めていたんですが、えー、私たち3人が一緒だったのは浦和店埼玉県の浦和店というところ県庁があるところなんですけれどもそこの店舗でご一緒させていただいてたんですけどね、えー、当時浦和レッズが、えー、活躍し始めた頃で。 レッツが試合に勝つと、周りの近隣の飲食店さんはみんな割、えー、引をしてくれるんですよで。マクドナルドは全品100円になったりですとか、<laughs> 焼き鳥屋さんは生ピールが、えー、1杯100円とか、100円セールっていうのをね、どんどんやってくれていて、もう私たちは週3、4ぐらいで仕事終わりにいつも飲みに行ったりしながら、ああでもない、こうでもない、いろんな戦略を立てて、 えー、仕事も一緒にしてというようなことだったんで本当にこう懐かしいなというふうに思っておりましたもうあれからだいぶ経ちますけど私も一世紀離れてもう25年ぐらいになりますけれども今でもこうして変わらず何かあると声をかけてくれたり気にかけてくれる仲間がいるっていうのは本当にありがたいなというふうに思っております皆さんにはそんな大切なお友達どうしていらっしゃいますか ちょうど今の時期ですね、えー、クリスマスカードとか日本には年賀状を送るという習慣があります。最近は年賀状なんていうのもだいぶ簡略化されてしまっていますけれども、えー、今、こんな時だからこそ改めて皆さんがね、一筆添えて相手を思う気持ちをお届けしてみたらいかがでしょうか。そこからまた新たな関係が始まるかもしれませんね。 えー、これからまだまだちょっと私も年賀状がね、えー、出来上がってないんですけど、これから一生懸命書いていきたいと思います。はい。では、今週もですね、素敵なゲストをお招きしております。早速お呼びいたしましょう。株式会社家計から、えー、代表取締役の林家計さんをお迎えいたしました。林さん、ようこそはい、ようこそ。あ、ようこそじゃないわ。<laughs> はい、<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい はい、今日はね、ご参加、ご出演していただきました。ありがとうございます。はい、もう、リンさんとはどれぐらいでしょうね。3年ぐらいのお付き合いになりますね。そうですね。はい、うん。あのー、もう、とっても大好きなお友達で同士でもあるリンさんなんですがえ、早速ぜひ自己紹介をしていただきたいと思います。はい、は、え、じ、ー、めまして、あの、株式会社家計のりん家計と申します。ははい仕事は主に <laughs> あの、台湾販路開拓支援ということで、まあ、あの、今手伝っているのは、例えば食品メーカーとか、あとはそのタオルとかですね。まあ、いろんなあの製造業の海外販路開拓の支援をしています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。台湾の台湾に向けて、また台湾からの商材を日本に、えー、持っていらっしゃったりっていうようなことをね。ね されてらっしゃるんですねまた不動産にもねた、はい、けてらっしゃってそんなお仕事も外国人の方のサポートもしてらっしゃいますねはいそうですはいはいえそんなリン家けさんですけどね、えー、リンさんご自身が台湾の方でいらっしゃる,いらっしゃるんですよねはい、えー、僕自身はその台湾の2世ということでまあ親が三十、えー、数年前ぐらいにあの来てですねで僕はあの 計画にはなかったようだったんですが、日本で生まれました。そのおかげであの、本当は両親両方とも留学生ということだったんですけども、えっと、母が、私が、そのちょっとそのサプライズということで出てきてしまったので、あの母が留学を断念するということになりました。<laughs> そうだったんですね。はい。そうなんですね。まあ、実際に、あのーまあ、生まれてから小学校までは、 あの日本で、えー、いてであの中学校から台湾でその後高校大学と一番最初の仕事はアメリカに行きましたうんあの、うん、もう世界を飛び回ってるーリんさんなのでもうとっても語学も堪能で今何カ国語できるんでしたっけ多分今4.2カ国語ぐらいじゃないですかね <laughs> また4.2っていう中途半端な感じですけどはいあのは、はい もともとは0.5ぐらいの韓国語ができたんですけども、年々ちょっとですね、あの練習する機会が減って0.2 <laughs>、だんだん風化していっているので、ちょっと危機感を感じております <laughs>、はいまあ、もちろんね、日本語も本当に、えー、上手ですけど、あとはどんな言語でしたっけあそうですね、日本語、台湾語、中国語、英語という言葉が、まあ、通常あの、ビジネス上でも使っています。 なので、えーまあ、4カ国語を使いこなせるってすごい能力だと思うんですよね。うん、それを生かして、えー、日本にいらっしゃる外国人の方、また、えー、日本から海外に、えー、行きたいな、進出したいなっていう日本人の方たちをサポートしてらっしゃるってことですよね。あはいそうです、うんはい でえー、具体的には、ねえー、先ほどもちょっと食品などの商材を扱っているっておっしゃったんですけど、はい、どんなお仕事をしていらっしゃいますかあはい <laughs>、まあ、主にその、まあ、例えば今、調味料をそのもっと海外の人に食べてもらいたいなっていうのと、あと結構メーカーの方からよく問い合わせがあるのは、まあ、今、この日本市場にその人口が減少しているマーケットが縮小していくって中で、 あのどんどんその次のステップを考えないといけないなっていう、そういう危機感からどんどん海外に目を向けていくと、うんはい、特にあの2代目の経営者の方とかがですねやっぱりその、はい、新しいことにもチャレンジしようということで、そういういい相談が多いですなるほど。あのー 林、まあ、さんご自身が2世ということもあって、なんとなくこう継承している方を応援したいんですかね、そうですね、はいまあ、私自身2世ということなんですけども、まあ、日,本日本国内では、まあ、やっぱり台湾人という方で、まあ、ちょっと違うんですけどもで、ちょっとそこでやっぱり中学校は、まあ、台湾ってじゃあ自分の国なんだということで、今度台湾に行ったらですね、まあ あの帰国子女扱いになるんですねやっぱりなんかその別に日本でも台湾での生活も良かったんですけども、まあ、なんか本当に自分って何なんだろうっていうなんか自分の存在意義っていうのがんかずっとちょっといつも寂しいような、まあ、一人ぼっち本当に分かってもらえるっていう気が全然し,しなくてですね、まあ、ちょっと打ち解けられなかったっていうところがあります。うんうん、まそれでちょっと中学校あのー もう,もうなんかちょっと半分人生諦めたうような形で、その時にあに親から、まあ、アメリカ行ってみるかって言ってで、それでアメリカの高校に留学して、まあ、もう本当になんかそこで人生やり直すようなぐらいの気持ちで、でその時にあにアメフト部に入ってですね、実はアメフトのボールも見たことないのに、いろいろチャレンジしてみようということで、入ってですね、で、その時は英語も何もできませんでした。実は英語が一番 台湾の時って一番苦手な分野でもあったので、それでもう英語が何もできない状態で入って、でもなんかがむしゃらにあの皆さんとそのアメフトの活動をして、ですねでその試合の中でですねあの初めてですねタックルを決めた時き、ほ他のもう部員たちが、ですね仲間たちがですねグッジョブって言って、ですねもう自分のことのように喜んで,でそのタックルって 他の人にとってみればもう何回もやってるようなタッグなんですけども、うん、しかもその人たちはもう小中高としてやってきてるわけなんですよはいはいでもなんかその僕がねこうやって外部から来て言葉もうまく通じないでもなんか本当に自分のファミリーのようになんかもう、うん、あの本当に心から喜んでもらえたっていうので、うん、なんかやっと自分の居場所ができたのかなと、まあ、自分のその存在意義、まあ、そのっていうのを、はい 感じて、まあ、そこの喜びが、まあ、今もっといろんな人に知ってもらいたいなということで、まあ、仕事だったりプライベートもそういう気持ちで付き合っています、うん、なるほどはい素晴らしいですねやっぱり、あのー、日本でお生まれになってでもご両親台湾の方なので国籍としては台湾の方になるので日本では外国人っていう風に見られるしでそこで 母国の台湾に行くと今度は帰国史上、はい、そのなんでしょうね子供の頃では理解できないようななんかこのなんでしょうね、はい、壁みたいなのがきっとあったんでしょうねそうですねなのでそのまあ誰しもですねやっぱり自分の本質を分かってほしい、うん、もしくは自分の価値を知ってほしいっていうところが多分あそういう欲求が あの少なからずあると思うんですね、うんはい、自分はあのそこを満たされていなかったことがもしそこがずっと引きず,引きずっていたら多分あの今のようにな,なってないと思うんですけども自分はそれを乗り越えられることができて、うん、そんなにそれってやっぱり外部の人のお手伝いとかっていうのはちょっと後押しっていうのが若干必要になってくるところがあるのかなと。やっぱり自分で そういうふういいいふに変えててくのは意外ととと難しいところがあると思ってますであの実際にもともと日本の,そのメーカーの海外販路開拓をサポートする前にあの不動産でその外国人の方の,その不動産のお仕事をしあのお部屋探しとかそういうのをサポートしてあげるのも実は本質は同じで、まあ、その方々も日本だとその外国人だからって言ってそのまだまだ何も知らないのに 最初からもう悪者扱いですよね、まあ、そういうような形でお部屋探しがうまくいけなかったりとかでももしね何も知らないのになんか否定されるっていうのは本当にあのよろしくないことだなと思ってまずはねその本質を知ってもらい価値を自分の本当のことを知ってもらった上で判断してもらいたいなっていうのがあります。で実際にじゃあ今は日本のその商品をやっぱり海外にっていうところはやっぱりその 思いとかをもうちょっと見てもらいたいなっていうところと、本質のところですよね。はい、ただ、その、あの、こ、こういうものが海外だと売れるとかではなくて、うんうん、もっとその思いが。ちゃんとした形で、もっとそのいろんな人に広まっていただければいいなっていうことで、今、それを仕事としています。ありがとうございます。その生産者さんの、その商品開発ですとか、えー。携わったことへの思いを、もう商品とともに一緒にお届けしたり。 がまあそ,そこがその付加価値になってきますからね。そうです。はい、でもそれってなかなか伝わらない部分で、しかも言語が違うと全然そこって伝わらないところを、d さんが、はい、あの形にしてらっしゃるんですかね。はい、あの言語だけじゃなくてですね。うん、あの、通常の今までのその海外販路開拓っていうのは？ 例えば、ですね、お魚を養殖しているようなところも実はサポートしているんですけども、自分で育てている魚っていうのはすごい愛情をよく、あの場合によっては餌をやるときにも、愛しているよって実は声をかけている、すごい、うん、あの気持ちのこもったあのあのタイマダイの養殖屋さんがいるんですけども、はい、でも、ですねこ、ここですごい気持ちがこもっているのに。 食べる人の顔を知らないって言うんですよ。で、なぜなら、通常だったら、日本国内で、あの例えば、その、まあ、貿易会社に行って、で、まあ、もしくは、その、商社ですね。で、商社から、また、相手国の、まあ、その卸、卸し、しから飲食、飲食から最終的なお客さんで、間に何人も入ってるわけなんですね。はい。はい。最終的には、この人の思いとかじゃなくて、うん、まあ、えっ、ー、と、 値段がいくらかどうのこうのとか <laughs> あとこの商品は儲かるかもからないかっていうところがすごい着目されるようなところになるので、うんはい、その生産者の気持ちが消費,者の消費者に伝わらないっていうのが本当にこれすごいまあもったいないことだなっていうのが本来だったらもうちょっとこの価値を知ってもらえないのかなってことで、はい、もっともっとこれ何ができるかなっていうことでそこのサポートを一般の商社が ややるような仕組みとはちょっと違う形でいろいろ今お手伝いをしています。なるほど、もうリ林さんは本当にねアイディアマンなので、えー、いろんなね、えー、あそんなやり方あるんだとかあこういう人巻き込むんだみたいなユニークなやり方をねいつもいつもあの作ってらっしゃいますよね。はい、はい、あのどんどん日本の商材を 世界にいろんな価値を届けていただくようなねそんな活動をもっと広げていただきたいと思いますし、またね不動産の方もまたやってらっしゃいましたけど、はい、ですもんね外国人の方が日本で生活したり、日本でビジネスするにあたって、はい、やっぱおうち探しっていうのがすごく、えー、大変な問題、なかなか保証人がいないとか、いろいろ借りづらいっていう現状をずっとサポートもしてらっしゃいますもんね。はいうん それはね外国人だからダメとか、はい、承認が言えないからダメっていうふうなことになってしまうと本来はその人が日本に来た目的だとかいろんな志があるのに、うん、なんかそれだけで住むところがなくて、うんえー、その先進めないっていう人たちを代わってサポートもしてらっしゃいましたもんね。 実際に日本に来るあの外国の方って結構優秀な方が多くて、うん、であのまず日本が嫌いだから来るって人いないと思うんですよ。うんうん、基本はあの日本が好きで日本でもちろん自分もいろいろ成長したいしその大好きな日本にすめてここで仕事ができるもしくは勉強ができる、まあ、こういうような夢を持ってきてるわけですね。うんで でただ、その仕事が見つかっても、まあ、その学校が見つかっても結局は、なんかそういうそのお部屋っていうそれ,それも一番自分の,そのなんか心が許せる一番大事な場所だと思うんですけどもなんかそこで出花をくじかれてあの最初なんかその不動産屋さんに行ってもなんか断られたりとかですねあとはもう外国の方ダメってずっと言われててこれってなんかあの外国の人からすると。 もういろんな好きな人からずっとなんかもう振られ続けてる状態なんですね。でなんかもう,もうそれがですね例えば100個物件あったら3つしかダメってなるかもしれないのでうん、うん、もう100人100人とあの100人に告白して1人か2人ぐらいしか,からイエスがもらえないってなると相当これ人間として考えると相当、うんね、つらいと思うんですよね。だからむしろなんかそういうい あのなんかそういう辛さをまあなるべく軽減してあげて、まあ僕らがなんかその、まあ僕らとしても、そのもっとその日本のあの方が、もっとそのあのそのののあ外国の方に対して、もっと家を、まあ、そのその不安不安というところもわかります。なので、僕らがそのお互いの不安を解消してあげて、もっとですね、なんか、なんかそのつ、つながるっていうんですかね、なんかそういう、まあなんかその、 不動産なんですけども、まあなんか仲人さんみたいなのようなことも結構やったりしています。うん、はい。はい、本当に幸せに、お互い幸せになってもらいたいなっていうのは、うん、そういう気持ちで、はい、あの不動産の仕事は提供しています。うん、はい。ありがとうございます。そ、まあ、それは、えー、リンさんご自自身がやっぱりその自分 とは何かっていうことにずっと向き合ってきてたりとか、海外で生活して自分自身が、えー、なかなか溶け込めなかったり、えー、それがやっと受け入れてもらえたり、まあ、そんな経験から周りの方をね、本当に温かくサポートされてる素晴らしい、えー、もうね、お仕事っていうよりも、それが多分転職なんですよね。うん、もうそんな素敵なリンさんなんですけど、えー、じゃあどんな方をお仕事をご紹介させていただいたらいいでしょうか。あ 今はその、まあ、その思いやっぱりその思いをすごい大切にしているので、まあ、例えばその海外にその販路開拓をしたいといっても,もまずやり方がわからないとかですね、まあ、あとはそのいろんな相談できるところ多いと思うんですけどもいい相談してもいや調査費用であの100万200万とかってそのすごい最初から。その,あの 金額がかかってしまって、で,でもその最終的にはその売ることが難しいっていう風に結構言われてしまうような、そのすごい残念なことを結構見る方が多くてですね、うん、まあそういう人たちから最終的に相談を得て、あの今お手伝いをいろいろしてるんですけども、絵、ま、画、あ、派の開拓したいんだけど、ちょっと今まで挫折したような挫折したことがあるとか、ちょっと無理って言われたような方は、結構その本質に寄り添えるかなと思います。特に あの食品とか日用品の方とかですね、あのその分野はあの得,意あの得意ですしあの、僕らが得意にしているのは、その台湾の一般消費者向けにあのいろいろアピールとか、その声を実際に拾い上げることができるので、まあ、その消費者の顔が見えるっていうところをすごい大事にしています。はい、なので、なんかそういうふうな,なんか思いをもっといろんな人に知ってもらいたい。そ,その思いい持っている商品とかであれば あのいろいろそういうメーカーですねお手伝いできると思いますはいありがとうございますあの開拓をしたい、えー、方々、えー、海外に特に出したい方また日本に進出したい方、えー、いらっしゃいましたら是非りんさんの方に、えー、ご連絡いただければと思いますしこちらの FM 技能案の e メールまたはアセンチブジャパンホームページの方からお問い合わせください、えー、今日はりんかけいさんお越しいただきましたありがとうございますありがとうございます はい。では、私の方から、えー、お知らせでございます。えー、公好評いただいております。私のセミナーがですね、また1月に開催させていただきます。1月15日、10時から6時半までですね、まあ、ワンデーセミナーで、 ビーズスクエア裏添えでリファーラルマーケティングの基礎講座そしてディスク理論のコードスタイルのセミナーですねそしてまた2月の26日27日と 2days で沖縄で開催いたしますぜひこのリファーラルの仕組み紹介の仕組みというのを知って皆さんのビジネスと人生をより豊かにするようなメソッドでもう毎回毎回あのみんなギレ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 笑ってもうお腹がよじれるっていうぐらい楽しいセミナーになっておりますので ぜひ皆さんお越しいただければというふうに思ってます。そして、えー、ここに、えー、そのセミナーが終わるとその後に毎回爆笑懇親会っていうのがありましたね。えその人たちのスタイルが分かってその上で交流会をするといやーだからそういうスタイル。 えー、行動するんだよねーとか、あ、こんな人いるいるって言って余計にね、えー、皆さんがコミュニケーションが取りやすくなるというような、そんな場も設けておりますので、合わせてご参加ください。えー、こちらは、アセンジブジャパンフェイスブックページのイベント、または、アセンジブジャパンホームページの方からお申し込み受け付けております。はい。 えー、もうね、えー、残り、今年少なくなってまいりました、えー。思い残すことなく、今年2021年を皆さん終了できますように、えー、今年最後の放送となりましたけれども、お聞きいただきましてありがとうございました、えー。10月からご縁いただきました、このリファーラルフォーライフですね、来年もまた頑張っていきたいと思いますので、皆さんが、えー、聞いていただくのを心からお待ちしております。 素敵な1年間お過ごしいただいたと思いますが来年に向けてまた頑張っていきましょう、えー、今週も、ね、皆さんお聴きいただきましてありがとうございましたまたお会いいたしましょうお相手は池田あゆみでした